なぜか美女の赤ちゃんとして転生した俺。今日はメイド喫茶に遊びに来たバブ。ちょ、すぐる？お姉ちゃん、何してるバブか。何って、バイトだけど。お姉ちゃんがこんないかがわしいバイトをしていたなんて。いかがわしくなんかないわよ。それより赤ちゃんがどうやってこんなところに。ここの店長と僕は通通の仲バブよ。知らないうちに着々と人脈を築き上げてる。それじゃチェンジで。え？しょうがないバブよ、身内に接客されるなんて恥ずかしいバブ。恥ずかしいのはこっちのセリフよ。でもあいにく今は私しか対応できないの。そうバブか、残念バブ。帰る？でもせっかく遊びに来たバブからね。それにお姉ちゃんのメイド姿結構似合ってて可愛いバブし。可愛い？あれ照れてるバブか？照れてなんかないわよ。あれあれあれなんかちょっとテンション上がってきたバブね。姉の恥じらう姿はこう下っ腹にガーッとくるものがあるバブね。赤ちゃんの姿で気持ち悪いこと言わないで。お姉ちゃん、メイドならメイドらしく振る舞ったらどうバブ。メイドらしくって。ほら、お帰りなさいって言ってほしいバブ。お帰りなさいませ。それで終わりバブか。え、それだけじゃないバブよね。いつも言っている言葉があるはずバブよね。お帰りなさいませご主人様。たまらねえなこれ。ちょっと四つん這いになってみるバブか。そういうお店じゃないから。おっと失礼。そうバブね。それじゃあオムライスを一つお願いするバブ。はい、オムライスね。愛情たっぷりふわとろオムライスでございますねご主人様。はい、愛情たっぷりふわとろオムライスでございますねご主人様。よくできました。少々お待ちください。違うだろう。え、少々お待ちくださいませご主人様。他の客にやってるようにちゃんと萌え声で振る舞えバブ。少々お待ちくださいませご主人様。よし、下がっていいぞ。分泌されるぜ脳汁ってやつかな。お待たせいたしましたご主人様。うむ、それじゃあ美味しくなるおまじないをかけさせていただきますね。ほう、おまじないよろしく頼むバブ。ラブリーラブリーうまうまラブリー。声が小さい。何を恥ずかしがっているバブか、大きな声で叫んでほしいバブ。他のお客様のご迷惑になるので。他のお客様、今は俺がご主人様だろう。はい。この店に俺より偉いやつがいるってのか。いません。じゃあでかい声出せや。はい、ラブリーラブリー。腹から出せや。ラブリーラブリー、うまうまラブリー。オムライスさん、とっても美味しくなーれ。よくできたバブ。ありがとう。ありがとうございますご主人様だろ。ありがとうございますご主人様。まだ僕のことを弟と思っているバブか。もうすでに僕たちの関係性は完全に変化したバブ。今は主人とメイドの関係バブよ。あの、でも本当は私たち兄弟だから。なもんこの場では関係ないバブ。でも。おい、うるせえな。なんだ口答えかこのアーマンが。甘っ。飯がまずくなんだろう。申し訳ございませんでした。おい、おかけ直せ。え、今すぐかけ直せ。ケチャップですか。おまじないよだろうが。はい、申し訳ございません。ラブリーラブリーうまうまラブリー、オムライスさんとっても美味しくなーれ。もう一回。もう一回。俺がもう一回って言ったらもう一回だよ。ほらやれよ。スグル君。え、
あ、で、店長、ちょっと聞いてくれバブよ。これ僕のお姉ちゃんなんバブけどね、教育がなってなくて。できんで。はい。回れ回れ、やれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない。回れ